はい、こんにちは。今日紹介するのはこちら、無印良品の頑丈収納ボックス台です。はい、なんでこれを紹介するかというと、見ても分かったかな。そう、この天板の部分がフラットになってるんです。この返しもあってズレ防止っていうのかな、落ちないようになってるからテーブルで使えるという、いろんなね YouTube で紹介してるんだけど、こんな感じでみんな、まあみんなっちゅうわけではないんですけどね、すのことかいろいろ使ってこの部分をテーブル代わりにしてる人も結構いますよね。それがもう不要になったという。これでもうテーブル最高で買ってしまった。今まで使ってたのがこれです。わかるかな、ちょっと汚いけどこんな感じ、こうちょっと丸みのあるような感じになってて、ちょっとこれだとねやっぱね物を乗せると落ちちゃうかなって感じなんだよね。でこれでね、ここでみんな作ってたんだけど、それがね今回はもうこんな感じでもうフラットになってるからすごいいいなと思って。でちなみにこれは前のやつも一応使えます。はい、どうでしょう、まあ、いろんなメーカーさんでこういうコンテナボックス売ってますが、値段の方は1990円。今回買ったのは台ですが、4種類あります。ミニ、小、大、特大、4種類、いずれもフラット。これはいいなぁと思う方、ぜひ無印まで足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、短い紹介でしたがこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いいなぁと思う方、グッドボタン、もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまたねー。